白サイの角が折れるのはサイの角イコール人間の髪や爪と同じケラチンと考えると、バッサリボブ狩りとかスポーツ狩りになるようなものか？毛が垂れているのがわかるサイの角は毛が角質化したものというのがよくわかる。骨とか牙ではない。インドサイの唇がこんなに可愛いとは。メロンあげたら、柔らかい唇でもニョモニョ食べてて可愛かった。サイの唇が思った以上によく動いていました。盲点だってサイさん、唇のもぐもぐ感じがかわゆかわゆ。パンダさんの笹を開けてあげたくなるくらい、短い草を食べてました。白サイの唇って、でかいんだ。で、口と舌が小さいの？初めて見た。サイの唇よかった。唇分厚すぎて口の中どうなってるかわからん。この距離で見ると恐竜感がすごい。サイの唇よく見たらかわいい。サイの唇がこんなに動くとは知らなかった。サイの唇って象の鼻みたいに器用で、すごくかわいいですよね。大相撲白サイ場所。相撲対決はほぼ互角。これは、大迫力。間近で見るとほんとすごい迫力でした。サイが角相撲取ってる。白サイ相撲がエキサイとしてマジになっちゃった。仲良くせや。白サイ、角と角をぶっつけ合ってガッツンガッツン、喧嘩？白サイ相撲？追っかけっこ付きを見たことあります。お尻とお尻、突き合わせる親子。尻相撲でもやってるんだろうか？それとも、ただの日向ぼっこ。5歳？ママ僕の方が足長いでしょ。ママサイ、はいはい。長いわね。と言いながら内心はまだ私の方が長いわよって思ってそうなママサイさんの目が好きです。お知り合い？血圧合戦。お尻をどんどんと突き合わせてます。おしくらまんじゅう？白サイさんは尻弱そう。白サイさん尻フェチにはたまりません。白サイを追い払うラクダ。このおせっかいなサイは、ラクダの子に近づきすぎたため、尻に激しい噛み傷さえ受けました。サイの情けない表情がツボ。やっぱり母は強し。ラクダが走るときにコブが揺れるところが好き。ここからはラクダのターンだ。ラクダをバカにしてはいけない。簡単に倒せるけど怖いやつ。サイ、ごめんなさい。許して。サイはほとんど泣かない。寂しい時などまれに子供を中心に高い声で主任と泣く。5歳ちゃん迷子になったのかな？一緒にママ探してあげるからそんな寂しそうな声で泣かないで。高い声ですね。なんと可愛い声でしょう。つい返事したくなります。これからはサイじゃなくてサイちゃんと呼びます。主任。サイの鳴き声、生で聞いてみたいな。豪快で迫力あるサイだけど鳴き声はゾウとカバに負けるよな。あの荒々しくて豪快なサイガーの鳴き声とはイメージしてた人はあまりいなかっただろうね。生後1ヶ月くらいの猫か、海の中のイルカ類の鳴き声みたいですね。文句あんのかゴルア。サイに向かって木の枝で威嚇するアフリカゾウ。サイが戦意喪失しなかったらどうなったんだろう？少なくともすんごい迫力になるんだろうな。ゾウって頭いいのかもな。サイを前にしたとき、木の枝を拾ってそれを自分の額に乗せるゾウの行動がマジで意味不明。やっぱり真似してるんかな。煽ってるだけやろ。ゾウ、僕の角の方が長いよ。おそらく野生のサイがもっとなでんかいと言っている。よしよしよし、ここか？ここがええのんか？なでれ。かわいい。人間にも懐くんだ。角が切られてるところを見ると、人間に保護されてるサイなのかな？それにしてもすごい迫力だね。あんな重厚な体なのに、人間の細い種子で描いてもそれなりに気持ちいいのかな。かわいい。カメさんも甲羅をポリポリするとわかるらしいから、硬い皮膚の下の神経に響いているのかもしれない。保護された時に撫でられると気持ちいいことを覚えたのかね。アフリカの重戦車、サイがカメラマン目指して突進。サイが彼に向かって突進してきていた。彼は慌てず冷静にその場に立ち、その危険な一瞬をカメラに収めた。幸いにサイは突進を途中で止めてその場を離れたという。サイだけに幸い。来ないでください。サイなんだったな。視力が低くて動くものをとりあえず攻撃してみる。はた迷惑なサイさんか。サイは本気出すと怖えよな。
泥沼にはまってしまったシマウマの子供を助け出す心優しいサイ。重さ約2トンのサイは角で泥沼にはまり込んでいた子シマウマを救おうとしたが、不幸なことには子シマウマはサイの角に刺されて多死亡したという。助け合いの精神は人も動物も同じ。最善は尽くしたと俺は思う。これ本当に助けてあげたかったんだな。顔でわかる。サイも攻撃するときは険しい顔するもんね。サイの角は基本、武器だからな。抜き身の日本刀出して、これに掴まれって言ってるようなものか。サイにそんな習性があるとは思えないな。サイは、かなりの金眼だからおそらく泥まみれのシマウマの子供を仲間の子供だと間違えたんじゃないかと思う。不器用なくせに背伸びしたことをしようとするから。ごめんよ。って顔してんな。サイとシマウマの友情。どちらも瀕死で保護されたサイとシマウマの子供。今では元気になり寄り添い暮らしている。動物界を見ていると、異種であっても心を許し合う仲間になれることがよくわかる。お互いに悲しい境遇を持っていれば、その結びつきも深いものとなる。仲良きことは美しきかな。最愛の友と出会ってしまうました。尊い。尊いよ。二匹とも幸あれ。サイの角を噛みついて離さないシマウマ。サイの角をかぷー。絶対に離しませんな。サイが可愛いというか。サイの角って味するのかわら。サイ角って、確か漢方薬よね。シマウマが意外としつこい。異種動物がイチャイチャしてる映像好き。初めての雪で遊ぶ白サイの赤ちゃん。優しい世界かわいい。雪が珍しいんだな、かわいいな。おお、頑張って成長してほしい。嬉しそうにじゃれてるところがかわいい。なにこれ？白い。冷たい。脚光からのゴロゴロがかわゆす。雪も舞い散ってたのに、つかの間の日差しに眠たそうに目を閉じる赤ちゃんさえ。風邪ひかないでね。生まれて初めての雪に興奮が止まらず、ひたすらはしゃぎまくる際の赤ちゃん。赤ちゃん、喜んで笑っているみたいね。かわいい。サイの赤ちゃんが初めて雪を見て、楽しい。かわいい。もしゃもしゃ、ゴロゴロかわいい。サイの孤児院に引き取られたカバの赤ちゃん。カバとサイってフォルムが似ているなぁと思ってたけど、やっぱみんな思ってたんだ。素敵だぜ。カバ、僕ってもしかしてカバだったの？カバとサイの子供かわいい。仲良すぎる。優しい世界。白サイ、うっかりライオンと出くわしてしまう。サイ、うわ、びっくりした。めっちゃ笑った。サイが近づいてくるまではロマンティックだっただろうに。ライオンのカップルが気の毒だな。サイは視力が弱いから、多分ライオンだとは認識していなかったと思う。ライオンが逃げるほどサイって怖いんだ。白サイ、体重、軽自動車4台分、皮膚の厚さは5センチメートルでライオンの牙も通らないから天敵なし。時速50キロメートルで走れるからぶつかったらほぼ全ての動物が死亡。角はケラチンでできてて折れても無限に再生。なのに脳みそが小さくて目がクソ悪いため、何に突撃してるのか理解してない。聴覚と嗅覚が発達したため物音と匂いだけでとりあえず突撃する狂った生き物に。ちなみに強風が吹くと何もわからなくなってただ呆然とする巨体。お前それ、カッコつけてるけどそれトイレやからな。便座でカッコつけてるからな。お前。凛々しい。かわいい。ハードボイルドな感じ。そこ決め顔する場所じゃないよ。いいじゃねえか。トイレめっちゃクールじゃんか。トイレでカッコつけるイケメン想像して笑った。無駄な男前。謎のカメラ目線。目線くれてるあたり。便所でカッコつけやがって。事故で親を失った子狐の親代わりをするコリー犬。優しい世界。これが愛というやつか。愛に国境や人種、生物種なんて関係ないんだ。そっか、犬科だもんね。はぁ、あーん。コリーや可愛いね。種族が違うのにどう見ても似たもの親子じゃないか、いい話だなぁ。こりゃもう親子じゃろ。母性愛が泣ける。柴犬スピーカー出現。置物かな？
ワンダホー。このスピーカーどこに行けば買えますか？狛犬かな？ワンとしか聞こえませんが超絶可愛いです。そのスピーカー、救急車のサイレンに反応していい音鳴らすよな。吠え声が 2.1 チャンネルサラウンドになるのか。でもこのスピーカーお高いんでしょ？色的に家具とどうかしてるつもりなのかな。ベッドから溶け出す柴犬、長い。あ、また溶けてる。でろーん。ユーマ？この液体、はどこで買えますか？かわいい。今年の夏は動物がよく伸びる。夏だもんね、暑いとデローンって溶けちゃうよね。犬が長いって表現は初めてだな。思った以上に溶けてた。食パンそっくりの犬。うまそう、サクラン。食パンモフモフしてもいいですか？このワンコパン、どこで買えるんですか？モックモックやな。こんがり。マーガリンとジャム塗って食いたい。かぶりつきたい尻。ちまたのふわふわ食感のやつよりふわふわしてそう。むさぼりつきてぇな、青い健全な意味で。生け垣から柴犬が生えてた。柴。そしてこの笑顔である。守りたい、この笑顔。いい表情。間違いなく二度見する。何これ可愛すぎる。これが融合ですか。お、常習犯と見た柴ちゃん。ご機嫌ならよろしい。柴犬の液状化現象。多方向からの撮影に成功。毛は。実にいい尻だ。パンかな？すっとぼけ。こっちみんな。上空写真。セクシー。誘ってる、のか？液体、いつから芝だと思ってた？とろけるチーズですか？キスを待っている秋田犬。完全に誘ってやがる。夢中。我慢できねえ。ぶっちゅう。口を舐め回したいかわゆさ。ワンコ、いつでも、いいワンよ。ぜひお願いします。可愛すぎて変な声出た。キスよりもっとすごいことしてやるぞ。モフ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 。低い鳥？強そうな名前やけど所詮は鳥やろ？ワイでも勝てるで。いや、でかすぎやろ。ドラゴンボールの敵キャラが出す足音立てながら歩いていそう。こういうの見るとやっぱ恐竜っぽいな。鉄板を蹴りでぶち破るんやろ。足太すぎやろ。低い鳥やぞ。どうせ強いのは見た目だけってオチやろ。人間を丸した事例が多数ある最強の鳥さんやで。動物園で見たけどジャングルで見たら速攻逃げようと思ったコナミカン。何これ、卵？卵やで。でけえ。殺意を感じる。何この卵の色、ふざけてんのか？こうやって卵やと思われんようにするんやと思うよ。なるへそ。河原版おもろい鳥来たから盛りまくったろ。こいつ火薬とか炭火を食うやで、ドジェイミンヒエ。火力高えな。うますぎる。ウィキに記録にダチョウとあるが、明らかに低い鳥のスケッチってあるがこれか？確かにダチョウの図と書いとるな。火のついた枝を食べさせようとしてる南蛮人の図もあるで。江戸時代特有の読めそうで読めない漢字がモヤモヤする。名前もかっこええよな、低い鳥やで。前蹴りっちゅうかも林とつやんけ。ばったり会った時に敵意がないことを伝えられる気がせんな。にしても蹴られそう。機動隊の盾を蹴破るくらいの脚力ほんと好き。銃弾弾く鉄板貫通できるのくさ。バケモンやん。ってことは10段以上ってこと？餌あげるのも大変そうやな。恐竜よりの鳥。低い鳥って名前おかしいやろ。ムキムキローキックバードとかにしといた方がいい。なんやこの鳥、やばいんか。この鳥、低い鳥の仲間。車突っ込んでくるのかと思ったらくさ。こないだモーニングショー見てたら、リポーターの美熟女に攻撃しかけた白鳥がいた。鳥って凶暴だよな。よかった。車とかやったらマジで辛かったわ。一直線に向かってんな。何が気に食わんかったんやろ。くさ。これはパワハラ。カンガルーの思い出した。動物愛護団体が黙ってねえぞ。クマが人間の針で食らったって蚊が止まった程度だろ。こいつも怖い。
田舎の成人式。こんなん半分恐竜やろ。鶏って足まで毛生えてるんやっけ？着ぐるみ感がすごいな。お前ネットで俺のことバカにしてたよな。危険性が高い鳥じゃねえか。こんなの普通に歩いてるビーチで遊べねえよ。怖すぎる。え、この鳥を素手でぶちまるしたら100万円ですか。タヒヌは、やるわけないやろ、マルスぞ。こいつモンハンの世界から来たやろ。身長差で上から叩けば余裕で行き。くちばしで心臓部数。普段は温厚やからセーフ。白鳥とガチで戦ったことあるけどかなり強かったからこんなん無理やろな。誰だよ白鳥って。湖とかにおる白くて大きな鳥や。つまらんボケにもマジレスしてくれるお前好き。蹴りで鉄板もぶち抜くってマジ？ファンタジー世界の生き物やろこんなん。せっかブレス放ってきてもおかしくない。くちばしで人体貫通しそう。攻撃手段は蹴りやぞ成人男性でも内臓貫かれてたひんだ事故がある。ちなみに屈強なアフリカの黒人が内臓えぐり取られて瞬殺されるレベルやで。車並みのスピードで近寄ってきて蹴りで内臓破裂させてくるやべえやつ。低い鳥なんて所詮強調にもなれない小物やし。5番怖い。11番くっそうまいその辺におったから昔よく食べてた。絶滅してんだよな。お前のせいでよ。鳥ってやっぱり恐竜だよな、本能的に怖いし。おやつってひなやと勝てると思いきやひなも怖い。小型恐竜感ある。ちょっとかわいい。めっちゃアホそう。100年くらい前に絶滅したジャイアントモアさん。うまかったんやろな。なら仕方ない。食われて絶滅したんならそいつが弱かっただけや。かっこいい。でかい。怖い。すごい綺麗。かっこいい。ハゲは NG。ハゲに厳しいなんジーミン。マジックザギャザリングのカードにありそう。足パタパタで草。これほんま違和感すごい。ハトサブレカメラ目線で草。カメラ。これ好き。鳥って人間怖がらないよな。よっぽど腹減ってたのかも。帰り道にアルビノの白いカラスがいた。ハトかと思ったけど、これカラスだよね。広角機動隊で見た。目は黒いな。ようここまで生き残れたな。カラスのアイデンティティが。かっこよ。仲間外れにされたりせんの？群れでいじめられてそう。羽が綺麗。そもそもカラスって色の見分けつくのか？意外と馴染んでて草カラスの世界でも多様性か。草。かわいい？逆にかわいい。毛の中からおっさん出てきそう。言うほどキモいか？と思ったらマジでキモくて草。フクロウだってこの足じゃ可愛げがないと思ったから足を隠すように進化したんやろ。気にしいで可愛いな。悪くないやん。ジュナイパーの足って性格やったんやな。フクロウってこんな懐くもんなのな。可愛い。中に人入ってそう。勘はええ。全員だろこれ。くっそ可愛い。猛禽類なだけあって立派な足やな。可愛い。ポキ。折りたためるのかよ。掛川花鳥園にいっぱいいるやつじゃん。スキー高飛び選手みたい。折れるとこそこ。足折れてる方が骨格的には普通の姿勢で普段はつま先立ちしてるようなもんらしいな。ググったら背高しぎって出てきたわ。でもこういうところで延々餌を探すとしたらそりゃ足伸ばしたくもなるよな。座った姿でダメだった。なんで座り姿に哀愁漂うんだ。千葉県でやべえ鳥の目撃情報相次ぐ。悪そうな面構えしてるわ。ジゴスパーク使ってきそう。もはや恐竜。無双状態。また誰かペットを逃がしやがったのか。誰かが逃がしたパターンだろ。個人的にはかっこいいし、あと何か可愛いな。どっかから飛んできたんじゃないのか。アフリカより住み心地良いだろうからもう日本から離れなさそう。鳥だからどっかから飛んでこれる。海ならアザラシがたまに現れて帰っていくけれど。かなり強そう。ドラクエのキャラみたい。やけに色気がある鳥。なんなのよ。やれる？絶対ヘビ殺すまん。これオスやけどええんか？可愛い上におちんついてるからお得。ついてねえよ。鳥類の 97% にはペニスがない。スレンダー対グラマーの対決よ。え、ココナッツブラヤン。似てて草。フラダンスしてそう。かわよ。妹やん。鳥にされた様子やろ。
鳥のままパチンコしてそう。この両つ鳥はなんて言うんや。ボリューム低い。これあれやろ、魔法使いのジジイに鳥にされた両つやろ。鶏にされる回とかあったよな。キモい。どないなってんねん。ひなが隠れてる。子供の足や。やべえ。これ死にだろ。夜中で食わそうもんならブリブリ漏らすレベル。侵害ならぬ障害。子供のうちは2本なのか。これは危険獣。実際あったら逃げ出しそう。ファイレクシアの鳥。おっぱい吸いながら歩いてんだろこれ。いつから哺乳類になったんや。ヒヨコが親鳥の羽毛にドッキングするのか面白いな。ケンタッキーの研究所から逃げ出してきたのか。カラスさん、かわいすぎる。モフモフやん。武装色の覇気。足も黒いんやな。でけえ。意外と普通の顔してるんやな。日本じゃ飼えないからな、絶対人気出るのに。なんでカラスってこんな真っ黒なんや。鹿カラスティールもできる。賢いし可愛い。5歳児くらいの知能らしいな。外国の鳩。グーキレイ。二軸弱やん。やっぱ外国の方が陽キャやな。外国の鳩はどう思う、そうで怖い。ゲーミング鳩さんかな。カラフルなやつ可愛いやん、日本のよりいいわ。なんかゴージャスでええやん。チリチリで草。鳩が生意気にパーマかけてんじゃねえよ。こいつらどこの美容院行ってるんや。マダム口調で喋りそう。なんかオシャレやな。さすが外国鳩。ルールがわからん。右の勝ちやな。ワイも昔よくやったわ。はい、終始右流星で進んでるな。これ右がうまいわ。右の圧勝やん。いや左の勝ちやろ。右が明らかに主導権握ってるじゃん。中盤の左の追い上げはすごいけど右がテクニック上やったな。これオス同士で求愛ダンスしてるんやな。中盤のカスタネット好き。楽しい。閲覧注意ワンクッション。どういうことなの？キモいな。ゾッとした、何これ。成長になると綺麗になるから。コキンチョウちゃん暗闇の中でも光って口がどこにあるかわかるんだって。ヒナが口を開けた時に見えるくちばしの内側にある模様だね。親鳥が餌を与える時わかりやすくするためだっけ。へえ、なるへそ。カモメ。お、ウニやんけ。食べたろ。丸飲みして大丈夫なんか？飲み込むと聞いたそう。痛いやろ。こいつアホか？マジかよ。途中で詰まりそうで怖い。ぐえ。悪事気がすぎるだろ。なんでも食うやん。もしかしてカモメってアホなのかな。ウニとか消化できるんか？砂肝もあるから大丈夫やろの精神。神秘的やん。スレンダーだ、ナンパしろよ。何しに来た？意外とでかいんだな。普通にでけえな。めでてえな。団長やん、綺麗やな。圧倒的観光感で草。団長が喋ってるみたいでわろた。わっかないあたりだと市街地を鹿が歩いてたりするな。マジでかっこよかった。へいよ。こんなのが自分に向かってきたらビビるな。中盤の山岳地帯でインカウントしそう。かっこよすぎ。やっぱ鳥は無条件で可愛いな。おしくらまんじゅう。寒いんだろうな。これは微笑んでしまうレベル。目白押し。これなんて鳥？青いの飼いたいんだけど。金華鳥と正規鳥かね。挟まれたい。かわゆすぎる。リュウグウ。オラついた鳥群れに突入。予想よりオラついてた。ケバイ。これはかなりオラついてる。寝癖やん。キャッパー。パーリーピーポー。美容院行き直せ。みんな無視してね。目を合わせたらダメ。これは進化後だわ。なんでこうなった？髪を十分乾かさず寝たら大体こうなる。パンクだね。お前ら勝てるの？ FF12 にいためっちゃ寄ってきてうざかった記憶がある。弱点は頭か。鳥だけどなんか普通に殴られそう。こいつはキメラかよ。蝶々類に生き残りがいたとは。超優秀だな。多分であって数秒で負ける。これは怖い。頭上からの一撃で混沌させられそう。これは生物界最強だわ。もはやモンハンの世界。すんげえ形になってた。だらけたおっさん。威厳やばいのに可愛いとかなんなの？とろけてやがる。可愛い。これはおっさんですわ。強い確信。油してるようにしか見えない。ヤンキー座りのいかついおっさんやね。貫禄半端ない。だが可愛い。
おっさんというかケープ着ているように見える。裾広がりの大きいコートを着たちっちゃい子っぽくて可愛い。ポンカン触すめじろのお尻ぺたんこ座り。私も触していいでしょなひよどりちゃん。ポンカンそこかわれ。はぁーん。かわーいい。満足げである。お前そんな座り方できるのかよ。キャワワワ。その愛らしい姿をポンカーンと眺める俺たち幸せ。お料理いいですね。かわいい。いっぱいみかんあげるからうちおいで。ぺったんこ座りかわいい。くらえ、小鳥ドリル。デュエイー。ブルルルルルル。うぼー。強い確信。このドリルになら穴を開けられても構わない。ナイスドリル。これがドリルくちばしか。どうなってるの？鳥ドリル。鳥。は。トリンドル。鳥って可愛いよな。犬より小型だけど威力は高そう。猫、チュ。草。うにゃあ。わい、飲み屋さんでこれやったわ。マンさん、反撃してきた。恋の書まりのファーストキスのはずが。漫画みたいですね。終わりの始まりか。大乱闘スマッシュニャンニャンズ。トムとジェリーで見た。ニャミオとニャミエットと思いきや。猫は推測する動物ってのがよくわかる。ジャンプ力が低すぎる。わろた。重力100。ちょっと体の調子が悪かっただけにゃ。少し恥ずかしそうな後ろ姿が可愛い。結構計測してたのに全然届いてなくてわろた。すごくご利益ありそう。神様も笑って許しそうなフィットっぷり。というか、あなたが神か。猫様。猫とは返せよ。なぜこんなところに？見つけた方もよく見つけたな。落ち着くにゃー。すやすや。かわいいね姿。失恋ねっこ、見つかる。夜勤明けやろ。小屋重傷やな。かわいい。あだるい。はぁ、つらいにゃ。人生、いや猫性に疲れてる。10年に一度の大寒波、ストーブの前で食事する猫たち。後ろから全員を抱きしめたい。ストーブのそばで勢ぞろいしてかわいい。楽しいお食事タイム。眺めているだけで幸せ。食べ終わった後はさらに密集して猫塊になりそう。猫はストーブで焦げてたり、触ると手が熱いくらいでも平気でいたりする。でも、こたつで温まりすぎると、出てきて伸びるんだよな。猫はこたつで丸く。こたつじゃないだと？あーほのぼのするんじゃ。珍しい毛色が集まってるね。ストーブに近すぎて焦げそう。ストーブの前じゃないと食わなくなるな。食べ終わる頃には頭頂部アチアチになってそうだ。みんな綺麗なモフモフだねー。ブレストファイナー。くさー。かわよ。キャットミューティレーション。コスモミラクル光線やん。カピラリア式光線やん。シン、ウルトラマン見たんやろな。お腹ビーム。これもう神様やろ。猫さんの着地能力、やばすぎる。すごい。寝てたのに。かわよ。うちの子はこんなんできない。うちの子は、うん？猫にとっては実力の10分の1くらいだろこんなの。すぐ起きれるからな根っこは。めちゃ高いところでも反転して着地するからな。こんなんわいでもできるわ。グーカワ。オリコウス銀かこの子。トラじゃん。トラだった。黒いブツブツが出てるしバナナかもしれない。トイガーっていう猫だな。トラに似てるからよく間違われる。チーターやぞ。柄でわかるやろ。まあガキの頃からしつければ。めっちゃ可愛いんだが。気まぐれ猫パンチで顔がえぐれるんだろ。あの辺の王族は昔からチーター好きだよな。でっかい声でにゃーって言うのかな。ケージに入れられた猫が隙間からニュルンと這い出る映像。周りの猫の反応を見る限り、猫からしても普通のことではなさそう。ウケる。猫は液体。マジか。と他の猫の顔。すげえ。お前マジかよって集まる猫。骨とか内臓とかどうなってんの？そもそも顔が通らないでしょ。猫の頭蓋骨は縦方向に細い。子猫だし、性病だったら通らないだろう。中国雑技団出身だろこの猫。からくりがわからない。真正面から見ると1センチぐらいしか開いてないように見えるが奥行きの側が少し開いている。前面のパネルはガラスやアクリル製ではなく、加藤製の樹脂製。マジレスすると3センチくらいはあるな。このボード、柔らかいんじゃね？飛ばんのかい。クソかわいい。笑うわ。ヒゲで通れるか判断してるって嘘かよ。猫は液体だからな。また猫液体説が強化されてしまうのか。
猫しか飼ったことないから犬持った時そのままの体勢でびっくりしたわ。猫すげえ。猫は液体だと言っただろ。この坊さん、完全に煩悩を消し去っている。何の坊主には耐えられんやろ。めちゃめちゃ雑念ありそうだけどめちゃめちゃ浄化されてそう。主要やろ。徳の高いお坊さんには猫も消えする。ニルバーニャ。ほっとけの境地。また旅の匂いしてそう。ワイなら速攻なでなでしちゃうのにやっぱすげえわ。雑念ないからこそ猫が寄ってくるんちゃうの。と見せかけて裏で甘やかしてるから普通に好かれてるだけや。結局いい坊主で草。袖の下から猫パンチすこ。東南アジアの猫ってみんなこんな感じだよな。日本の猫より小柄で耳が大きい。影じゃなかった。よく見たら本当に影じゃなかった。お分かりいただけただろうか。影のものか。狙ってんのかにゃ。猫背だからよく伸びるね。夕日に当たって影が伸びてるって思ったら影じゃなかった。忍者猫、にゃんほう隠れ身の術。黒い子が足元で伸びてるのか。猫ちゃん版、影マンダー。右の猫が気づいてないからよし。擬態レベルマックスじゃないですか。五条悟みたいな猫が見つかる。X ジャパン。かわいそう。これは最強だわ。わろた。想像以上の猛量。普段どんな猫なんだずら。これは封印もされるわ。くっそ腹立つね。子供が取られる。腹立つけどニヤニヤしてしまう自分がいる。熱くないのかな。出ないんかい。この口好き。壁紙にしたい。こたつ布団解放してるからだろうな。途中お前動くなよ的な視線かわいい。ぶちゃ猫たん。全員おっさん顔だな。猫、全然曲げれてない。猫、鍛える気あんのか。最強のトレーナーや。猫は力に秀でている。猫のような教師があるだろうか。トレーナー。これやってみるとわかるけど、体に引き寄せるのガチできついんだよね。これはいいご褒美。これだったら絶対筋トレ続けられるわ。液体であり、トレーナーでもあるそれが、猫。トレーナー猫いいな。猫パンチしていただけるなら何回でも頑張れるわ。リアルにゃんこ先生。猫とは返せよ。猫がいれば俺も筋トレ続いてたのかな。毛はわ。ひんやりして気持ちいいのか。今日見た見毛もやたらとコンクリにスリスリしてたわ。野良猫って外での暮らしが過酷すぎて致死率半端ないらしいな。保健所が駆除してるばかりじゃないらしい。猫ちゃんかわいいねー。枕結構使うけど首疲れるんやろか。面白い。洗濯カゴに入ってたのがバレた猫見て。ショコタンに似てる。わかる。猫のリアクションええな。顎外れそう。あーかわいいな。つぼった。オーマイガーって顔でしょうか。うろー。見つかっちゃった。見逃して。見たわねー。朝から爆笑しました。猫さん、時短並みにサッカーがうまいことが判明。うま。マジでうまいやつの胸トラ。これもう時短やろ。色も夕べから怪しな。着地失敗してて草。時短ならボレー決めとるわ。胸でトラップしてる。胸トラが鮮やかすぎる。着地がすごくダサくて好き。もうちょっとプレイにアイデア欲しいかな。ここは胸トラじゃなくてそのままボール落として並走して走った方が良かったんとちゃうんかな。うちの猫ほんとおもろい。この刺激たまらないにゃ。やっぱ好きなんすねー。やっぱり根っこがナンバーワン。気持ちよさそう。固定観念にとらわれない賢い猫様。首つぼ健康器。いいマッサージ草を買ってもらったのね。この猫、草。いい感じにつぼにはまるのかな。かわいいな。トイレに行ったと思ったらこの姿勢のまま止まってそのままうんちしたうちの猫見てくれ。間に合わんかったんやろな。ゆっくり砂を漁ってからうんちしてたよ。顔が中に入ってるから尻も中に入ってると勘違いしたのかにゃ。第三次。確かにトイレに違いないな。頭隠して尻隠さず。お前に見て欲しかったんや。トイレの意味なくてくさ。うちの猫もあと一歩惜しいとこで用を足すんだよな。惜しくたくましいプリケツ、まるで見せつけるよ。ゲーミング猫、見つかる。俺は好き。ちょっとふふってなった悔しい。良きネーミングセンス、これが一瞬で出る脳が欲しい。ゲーミングって無駄に光るよな。この猫ちゃんたち賢そう。匠監修、壁ぶち抜きリフォームハウスがついに完成。よし。なんということでしょう。にゃんということでしょう。もはやゴミにしか見えないけど、捨てたらめっちゃ怒られそう。オープンではありませんか。そして、この顔である。もうハウスってレベルじゃねえぞ。あ、お客様困ります。お客様、あ。猫、どやー。
誇らしげな顔してるな。働き者にゃんねえ。ねっこ、こういうのでいいんだよ。まさにスケルトンハウス。猫は溶ける。猫が液体金属T、1000という都市伝説は本当でした。ぬるぬる動く猫は可愛い。ぬるーん。にゃんこ、イリュージョン。N1000、液体にゃんこ。ねっこ、来たぜ、ぬるりと。ぬこ、脱出できぬ檻はにゃい。何人たりともぬっこを止めることはできないのにゃ。猫は液体でも自身が濡れるのは嫌いなんだっけ。事件が起こりました。にゃーん。ちょっと誇らしげやな。首はしてるやん。飼い猫だったんだ。ネットよじ登ったんか？美人さんやねえ。うちでもこういうのあるけど泣いて助け呼ばないんだよな。登れたのに降りれないのか？どうやって登ったん？犬に追っかけられたりとかテンパった時にガーッと勢いでって感じちゃう？重力使いの猫、発見される。なんか近づいたら吹っ飛ばされそうです。可愛いし、圧もすごい。世界最強だな確信。表情もそれっぽく見える。グラビデか。昼夜がこんなところに。ワンピースにいたよねそんなキャラ。奇跡だね。これは大好きな犬に目いっぱい喧嘩を売る猫。イケメンと美女のカップルみたい。あら可愛い。いや美しい猫さん。なんだこの犬イケメンだな。髪の鉄槌を容赦なくかまさないとはこの髪は少々優しすぎますね。犬がイケメンで頭良さそう。いよいよという感じ。かっぱいい。今なら許すから中の人出てきなさいよ。こんなん可愛すぎるやろ。来週には喋り出すやつだ。これは背中にチャックがついていて猫の中の人が脱ぎ捨てていったのだ。長靴履きそう。中におっさんが入ってるだろ。逆にもう中の人が出ていった感ある。根っこをダメにするソファーどこで売ってますか？サクラン。綺麗な仰向けしてるだろ。嘘みたいだろ。猫なんだぜ。それ。野生 0%。このシルエットは猫の恩返し。このまま二足歩行へ進化するんですね。わかります。肩幅ごっつい猫現る。それ人間の肩幅じゃん。強そうだからよし。これどういうことなん？肩を怒らせてるの？猫の可愛さどこ行った？リアル相撲猫だな。そしてこの貫禄ある表情よ。根っこ、パワー。ふふってなった。チュール、プロテイン味食べてそう。力士やんけ。おっさんやん。ガチムチマッチョい。だんだん人間に見えてきた。我が輩は猫であるムキー。マッチョ猫。背中に鬼がいますね。尻が肩に見えてるだけ定期。肩に猫乗せてて草。トグロ兄弟猫。頼りがいのある背中。背中で語っとるやん。マスク氏のネアラリンク、脳埋め込みデバイス披露イベントでテキスト入力する猿を紹介。猿の惑星。技術的なところはわからないけど、本能がこれはヤバいと訴えてきている。人類の電子化は避けられないよ。スマホ依存ぶり見たってわかるやろ。猿かっけえな。猿が5チャンネルに書き越するようになっても気づかんな。電脳か目の前やんけ。いよいよ猿がツイッターやる時代が来たか。臨床試験やるのか本格的だな。サイバーパンクの世界がもうすぐか。他人の脳をハックしてハックしたいな。実は我々はすでに脳に機械を埋め込まれて生きている。猿でもできるという表現が大げさじゃなくなるのか。草。ガチビビリで草。かわいそう。最後食えるだけ食ってから渡すの草。雑魚。優しい。かわいい。最後のポーズなんやねん。それで抵抗したつもりか。ビビりながらもちぎったパンあげてて草。お猿さんに敵なし。ビビり上がってて草。目の前に武器いっぱいあるやん。猿って小さい方を渡したり少しずつ分けて渡すと切れて襲ってくるからな。カタクナに渡さなかったらどうなってたんやろか。なんやこれ。怖すぎるやろ。砂利乗って襲ってくるのは草。すごい力だな。髪の毛引きちぎられててやべえな。誰も助けに行かないのが怖い。怖すぎやろラチアン。連れて行くなら母親に抱えられてる方だろ。そっちお前よりでかいんやから無理に決まっとるやんけ。怪我物は小さくてもパワーあるな。鶴太郎じゃん。わろた。なんで雑魚を測ってんの。お前らより頭良さそう。こういう見た目のクラスで浮いてるやつ一人はいたよな。失敗。賢者タイム。知力上がってそう。進化の予兆。悲しい。こいつらほんまよく生き残ってこれたな。猿ひどい。怒って草。これかわいそう。猿と怠け者って同じもの食べるんやな。
怠け者から奪った餌は美味しいか？クソ猿め。動物は大抵好きやけど猿だけはいかん。2本しかないけど電線なん？感電しないの？多分共同受信アンテナとかの電線で電力線ではないと思う。しないらしいで。地面について触るとかじゃなければ人間でも大丈夫とか。いやいや、もし2本の配電線だったら被覆が劣化してたりして感電するから気をつけろよ。1本だったら設置しなかったら感電しないだけ。今度から気をつけるわ。微妙に勘違いか危なかった。謎の組織とかに追われて逃げる時とかがあったら気をつける。しかし猿の歩き方が面白いな。ケツをプリプリさせてこれは資料映像として貴重だと思うわ。一匹落ちて先の方歩いててわろた。これもう半分虐待だろ。ほんこれ、度が過ぎると逆にかわいそうや。自己管理できない猿さんサイドにも問題がある。人カス最低だな。キングスライムかよ。食いすぎた顔なし。マツコデラックスやん。幸せそうだからええやん。ここまで太れるのも才能。現地の神様みたいになってて草。野菜や果物ばっかでこんなに太れるんか。多分この紙パックの飲み物がやばいんやろな。高カロリーで中毒性ありそう。かわいいけどかわいそう。いい写真で草。バッチリ笑顔やんか。かわいい。にか。サルシー。賢い。奇跡の一枚で草。志村けん転生しとるやん。すっぽ。こんな近くで見てたら目悪くするぞ。おじいちゃんに似てる。チンパンジーの IQ って70から90くらいあるんやろ。そら使いこなすだろ。別に驚くようなことじゃない。2歳の Y の息子も使えてるし、チンパンって2歳より賢いんやろ。チンパンジーって人間の7歳頃ぐらいの知能があって人間の数倍強いとかはっきり言って Y の上位種やろ。7歳って小2やからな。そら使えるわ。さ、Y より早くて草。表示されて一瞬で覚えるなんて普通の人間でもできんやろ。これ兄弟性なの？周りで授業受けてる人笑っちゃいそう。フラッシュになってからわからんくて草。 Y の負けやね。低学歴よりチンパンジーの方が上なんやな。負けたわ。記憶力もそうやが視力や反射神経もすごいわ。記憶力がやばい。でか一瞬で画面に表示された内容を見れるのすごいわ。てか東大生ですらこのチンパンジーと同じことができるか怪しいやろ。このチンパンジーは多分チンパンジー界でも賢いやつやと思うけど、それ以下のやつらがちらほらここにはおるな。素直にこのチンパンすげえわ。瞬間記憶か。そういえば人間が人間としての進化によって失われた能力とか言われてるんだっけか。ワイもそこそこ A 大学通っとるけどこれには勝てんわ。仲良さそうじゃん。チンパンって力あるんだな。人間の握力は霊長類最弱レベル。そもそも人間以外の霊長類は親指と母子球筋が発達してないから物を握るという行為ができないんだよ。掴むのは得意だけど握るのは無理。ちなみにゴリラの手のひらは人間にかなり近い。地上に降りた人間が退化しただけで猿系はみんな握力半端ない。片手で引き上げてるんか？ヘアすんげーパワーだな。すごい力だな。足場も体勢もめちゃくちゃなのに余力で引き上げてる。オランウータンさん、蛇がいる川に落ちた人間に手を差し伸べる。小判出て草。人カスとはえらい違い。って握りつぶされるやろ。あいつら加減知らんもん。オランウータンはチンパンジーとかより温厚なんじゃなかったっけ。優しい。これ撮影されてるの知ってて手を差し伸ばしてるよ。写真撮ってないで助けろや。シュールやな。うちのばあちゃんよりまっすぐ立っててわろた。パフューム。全員あーちゃんじゃねえか。失礼すぎんだろ。合成っぽく見えるのは気のせいか。ちょっと教えたら自撮りで加工してキラキラにしたりプリクラで写真撮れそうだな。ゴリラはちゃんとカメラ目線なのにおっさんどこ見てんだよ。安心毛布のライナスか。服を着るようになったのか進化したな。農家のおばちゃんみたい。おしゃれやん。ゴリラの気持ちになって考えろよ。すっぽんぽんだと恥ずかしいだろ。アフリカの熱帯に住んでるようなやつが日本で裸でいるわけだから、夏以外は寒いと感じるだろ。マキコマキ？おしゃれー。近所に似たおばさんがいるよ。うちの母ちゃんかと思った。どっちがゴリラだよ。左に決まってんだろ。わろた。アウストラロピテクスっぽいな。なんつう骨太なやつ。カルシウムどうやって摂取してんだ？脳の容量以外勝ってるところなくね。手先も器用、握力は惨敗だが。
防御力高そうな骨格だな。手が長いんじゃなくて足が短いんだな。ゴリさん俺らの親戚だからね。哺乳類大体一緒だけど、正面から見た大きさよりも縦長か奥長かが重要。人のは内臓を支えるようにお椀型になってる。人種が犬種と同じようなもんだとすると、人種によって能力差があって当然じゃんと思える。ゴリラさんだって苦手なこともあるさ。はあ、ショック。ゴリラも所詮人間やね。人間と同じやね。まんま人間の動きで草。風邪ひくなよ。最後のゴリラ堂々としててかっけえ。ってやっぱダメなんかい。ってなる。みんなを見届けてから悠々とだと思うよな。体冷やすのは良くないと理解してるんだな。よく見たら子供抱えてるな。野生の奴らはどうしてるんや。半分人間やろ。ゴリラさんから客が見えるのは良くないよな。ストレスになってそう。これは森の賢人。ゴリラカラスやん。足がないから翼で支えてるのかな。くさ、夜中にあったら漏らすわ。作り物なのこれ。どうなってるのかよくわからない。心なしか動きがゴリラ。うほっ、カラス。どうなってんだこれ。カラスが足を思いっきり広げてるらしい。羽に隠れて足があるから浮いてるように見える。エッチ。これでメスっていうね。パリコレ2024。えげつねえなあ。かっこいい。ゴリラの背広に見えた。吉田沙織映すなよ。首筋のえげつなさよ。ゴリラ。ゴリラの顔の毛を全部取った結果。あっは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 。グーキモイ。賢そう。スーパーミュータントかな。人やん。IQ70 はありそう。オランウータンやん。村長っぽい。孫の結婚式で号泣しとる実地みたいやな。近所の自治会長にそっくり。皮余りすぎじゃね。すごく美味しそうに食べてる目が嬉しそう。想像以上に可愛かった。思ったよりうまそうに食うな。明らかに喜んでる。嬉しそう。優しい目をしてるな。俺より年上のゴリラがいたとは。おばあちゃんって感じ。若いな。ホール食いができたのは20代までだ。血は出るんだな。穏やかな顔してる。ゴリラでもスイーツ食べるときは女子の顔なんだな。可愛い。何見てたんやろ。メスゴリラの写真でも見てたのかな。どっちがゴリラだよ。ガラスをなくすとどうなるの。奪い取る。顎寄せに行ってる。早く少年も写ってる写真見せろよ。確実に俺よりイケメンだな。ソロ写真集かよ。あっち方面の人ならストライクゾーン入ってそうな。すげえ筋肉。私も買います。たくましい体やわ。握手会やるの。ゴリラの握手に関しては塩対応大歓迎。確かにかっこいいなこいつ。強い。確信。鼻がハート型だぞ。人間のポーズ真似たんだろ。意味は分かってないと思う。ゴリラならゴリラのやり方で挑発するだろ。中指立てて挑発する文化は本来欧米のみであって、欧米は本当に自分らの文化中心に考えるよな。イギリスじゃゴリラに向かって中指立てるドキュンが多いってことかね。ゴリラの表情っていいね。そういえば巷にはイケメンゴリラの追っかけ女子がいるらしい。世も末だな。口の締まり具合がいいね。拳の握り込みが完璧なんですが。これ多肥ぬんじゃね。どこに当たっても骨折れるわ。腰引けてるしパンチ弱いだろ。帝王って感じがするな。ゴリラー、ちょカメラ NG っす。ゴリラカメラ NG って言ってるでしょー、ドカーンみたいな。これで軽症なんだならおっさん運がいいよな。違和感ないな。こいつ疲れないのかな。ギョヨヨギョ円だけに。京王線できたのか、中央線できたのか。小田急線。話題になってる猿かね。移動範囲広いな。移動しすぎだろ。どこか目的地があるとしか思えない。上野動物園まで嫁を取り返しに行く予定。参拝に来たんだろ。やっと霧が多いところにたどり着いたか。御苑か明治神宮のどちらかで休ませて、もうほっといてやれ。こっぱ。パワーやばすぎやろ。近寄ったらあかんわ。オラウータンってこんなに力あるんか。握力 300kg はだてじゃねえ。安全な位置から動物をちょくって喜んでるやつってクズだよな。怒ったわけじゃなくじゃれてただけなのかね。あいつらマジで怖いわ。奥のやつのさ、みたいな態度好き。動物飼っとるしほんま人みたいやな。賢すぎて草。やっぱ人間は猿の進化ってわかるよな。めっちゃ文化気づいてるやん。
これは森の剣じゃ。愛くるしいな。なんでこいつら人間になれんかったんや。ワイの親より優しそうやな。こんな風に接したことない。絶対食うと思ったのに。髪の毛の量はボロ負けやけど知能ではギリ勝っとる。よっぽど暇なんやろ。小ゴリラの腕でなんか草。そのうち自分が檻に囲まれていることに疑問を抱きそう。これは惚れますわ。こいつ自分がイケメンだって分かっててポーズつけるタイプの男。中身が人間にしか見えない。なんか爽やかだな。やはり目が優しい。渋かっこいいね。ゴリラもかっこいいがオラウータンもまたいいよ。確かに。驚いた。納得。本当に美しかった。綺麗だけどちょっと怖くね。神秘的という意味で。もののけ姫に出てくる獅子神様を思い出した。森の中にじっとしてたら人間だと間違えそうだ。これで仙人とか噂出たのかな。可愛いっちゃ可愛いけど暗闇で見たら怖いな。だから可愛いでなく美しいと表現してるんだと思うよ。気品があるな。くさ。これ着ぐるみやろ。こんなん笑うやろ。芸達者すぎるやろ。頭良すぎない。中に人おるんかって。これは中の人いるでしょ。すげえ。一息で飲み干してて草。もっとうまそうに飲めばいいのに。どこで開け方覚えたんや。指太すぎてヤクルトみたいだ。マジで人間みたいやん。中におっさん入ってそう。お前らより賢いやろこれ。飲んだ後ちゃんと蓋閉めたんか気になる。森の賢者って言われるぐらい知能は高いからな。飲み方もなんか貫禄あるな。かわいい。想像以上だった。怖くはないね。顔なしっぽい。おケツみたいな顔しとんな。こんなのが実在していいのか。怖すぎて悪夢見そう。シマウマがハイエナを全速力で追いかけている。ハイエナかこれ。チーターかなんかじゃねえか。どっちにしても草。シマウマ怖え。すげえ怒ってんじゃん。気性が荒そうだもん。シマウマってアホじゃね。なんであんな目立つカラーリングしてんだよ。襲ってくださいって言ってるようなもんだろ。ヒーン。にわかおつ。あの柄見てるとパリパリバー食いたくなるからムカつく。集団になるとわけがわからない。よいそう。わろた。キモ、これがシマウマの進化か。シマウマ、哺乳類の色地味すぎ雑魚。これが現実。まだ幼かったロバと子供時代を共に過ごした少女。愛情を注いでくれた相手を忘れないロバとの数年ぶりの再会の様子。泣ける。なんかわからんけどガチで号泣してもうた。悲壮感出すぎててくさ。毎晩寝る前に泣いてる愛にそっくりや。ロバってこんなに感情豊かなんや。ロバの赤ちゃんが可愛いと話題に。ぬいぐるみかな。可愛い。赤ちゃんは何でも可愛く見えるやろ。赤ちゃんで可愛いといえばこれだろ。可愛くない。かわよ、ワイはカバの赤ちゃんがすこ。ぶっさ。カバもお前に言われたくない知っとるわ。ロバに乗って900キロ旅しようとした男を逮捕。ネット上で、動物虐待だと批判の声。ロバの体力がどんなもんなのか日本人にはよくわからんな。馬やラクダならできてもロバにさせるのは無謀なレベルだったのかもしれんし判断つきかねる。ロバハラだな。ラクダならよかったのか。ラバがおすすめ。母を訪ねて3000里も動物虐待で放送禁止か。シマウマ模様にしたら、虫刺されが 50% 減少した。雑コラみたいな画像だな。マジか、来年から夏物買うときはシマシマのみにする。頭部もシマ模様にしないと耳なし放逸になっちゃうぞ。蚊が塗料の化学物質を嫌がっただけじゃねえの。昔から蚊に刺される人はシマシマの服を着ろって言うよね。着てる俺からすると露出部が結局は刺されまくるから効果があるとは思えんが、牛とか動物なら露出部が少なくなるから良さそう。人間でやれよ。人間も試そう。シマシマに塗って 50% なら、全部塗ったら？シマウマすげえな。縦島にはそんな魔力があったのか。なるほど、俺もシマシマにするか。水玉模様のシマウマが見つかる。キリン。大して違和感なかった。シマウマのシマをぐるぐる取って。ママにつけたらシマママ。ゾゾスーツ。一匹だけこういうのいたらまずそうで生き残りそう。かわいい。今日の真似してみた馬。この写真にシマウマ何頭いるかわかる。これは80頭、間違いない。目が回るー。シマウマいっぱい。28頭ですか？
エチケット袋推奨。必死に島の本数を数えている自分がいた。あ、知ってる、これ、じーっと見てると模様がじわじわ動き出すやつだ。正解は、7頭でした。足だけ島模様のシマウマとロバの子、ゾンキーが発見される。吉祥。シマウマのケツすげえな。確かシマウマはロバの近縁だっけか。見た目は違えどけなげに母親について歩く姿が可愛い。可愛い。おしゃれさんやな。同じこと思った、シマシマストッキング履いてるみたい。へえ可愛いな。アフリカには野生のロバがいるのか。母子仲良く暮らしてほしい。ヤギの身体能力はすごい。馬乗り。単に高いところがあれば登ってしまうヤギの習性だろ。少しでも高いところに上がろうとする。ヤギは本能的に見晴らしのいい高いところに乗りたがる。ヤギ、登る、ってイメージでググれ。ただの本能。まあそれはそうなんだけど可愛いよね。高いところ作ってやれよ。ヤギってやっぱバランス感覚とかすげえな。どんなとこでも登っていくらしいな。骨折れてそう。かわよ。寝違えそう。喧嘩の時首でバコバコ殴り合いするんやし、このくらい余裕よ。小スペースでかわよ。首のところ冷えるやん。キリンは20分しか寝ないらしいよ。野生のキリンは立ったまま寝るらしい。飼育されてるのは安全だから座って寝るんだって。どうせなら枕とかも用意してあげてほしい。首ぐにゃぐにゃで草。ノーダメやん。意に返してなくて草。すごい。乗っかっとるやつがすごい。蹴られたら死ぬんやろ。お互い命がけやな。足にすがりついてるだだっこ。まあ体のサイズが違うからな、しゃあない。シマウマに負けるらしい。自然界のバランス調整神やな。キリンの皮膚も硬いんやな。窓、パリン。キリンかわいそう。へ。痛いキリン、苦しいキリン言ってるよ。お目目大丈夫なんこれ。窓もろいな。車の窓ってこんな風に割れるのか。水の中に沈んだ時に脱出できるように横のガラスは中から割れやすくなってるんやろ。ドアは水圧であかんようになるから。なんで閉めたんだよ。まずはなんで開けたんだよ、から。閉めたくなる気持ちはわかる。もう半ばパニックやろこんなん。可愛いけど怖いわな。痛そう。やっぱりメスはダメだな。キリンを襲おうとするだけライオンにしてはマシ。躍動感あふれる跳躍からのクソダサ転倒。思ってたのと違う。ぼーっと立ってるところに後ろから飛びかかったら蹴り食らって吹っ飛ぶのかと思ったのに。吹っ飛ばされただけじゃなくて結構踏んづけられてんな。子猫扱いやな。やっぱこれ見ると体の大きさって正義やわ。キリンさん、キングギドラになる。ドードリオかダブトリオじゃね。これが本当のキキキリンってか、ガハハ。ある。キリンさん重視を連れてきたよ。わかります、わかります、わかります。キリンさんが好きです。真ん中の、両サイドに振り回されてそう。アフリカで白いキリンが発見される。陶器迷彩やな。縦髪が雑コラにしか見えない。キリン柄は激アツではなくなったからな。俺も家から出ないし、かなり白いよ。じゃあ。すっげー白くなってる。はっきりわかんだね。色気あるやん。予想以上に白かった。キリン、セクション。鳥、うわー、汚ねえ。そりゃ花粉症の季節だしな。無駄に躍動感のある画像だな。鼻水というよりは飲んだ水を鼻から噴射してるだけのようだな。エンガチョ。鳥が飛び上がって逃げてるな。鳥だいぶ近くにいるよな。仲良しなのか。鳥必死。まつげが可愛い。首長い犬、発見される。マジックみたい。壁キモすぎ。ポータルやろ。主張っていうからヒゲモジャの貫禄ある犬なのかと思ったわ。テジナーヌ。主張かと思った。キリンヌ。ふてぶてしい顔してるの可愛い。わお。銀玉定期。銀玉でこんなんあったな。草。ダブルヘッド、イッヌ。キリン力やん。ユゴイヌ。ヤバすぎて草。エグすぎて草。でっけえ。遠近感ぶっ壊れるわ。これシカじゃねえよ。れっきとしたヘラジカ。シカやんけ。角よりも足が怖い。雪道歩いてる時に暴走列車みたいに突っ走っていくやつすこ。さすがにデカすぎるやろ。対抗がな、キリンやゾウに次いで対抗があるからインパクト強いんよ。歩いててこれと遭遇したら死を覚悟するわ。お水、ひゃ、お水、ぴゃ。うわぁ、なにこれー、みたいな感じでしょうか。後ろでお母さんが見守っていますね。かわいい。うわ唇、のブルンブルンがじわる。うわ唇、の柔らかさ。くっそかわいい。初めてのことドキドキワクワク。
ということは、それまでは水分は全部お母さんの母乳から摂取してたのか。この暑い中キリンのお母さんも大変だなぁ。母子ともども元気に育ちますように。唇超プルンプルンしてる。くそブサカは。おい、今朝起きたら一犬さんが添い寝してたんだが。背中向けてるのは信頼されてる証や。野球部の坊主の後頭部みたいで可愛い。ふて寝してるみたいや。かわよね。キャワは。くんかくんかもふもふちゅっちゅ。一犬さんと添い寝してると暖かい。一緒にいたいんやね。かわいいんご。ええやん。元気いっぱいんごねー。カメラマンなぜ低姿勢でこんなに速く走れるんや？もしかして犬か？躍動感よな。かわよ。カメラの性能すごいな、迫力ある。全力疾走の犬にカメラ回しながら並走できるってすごくない？えらい。すごい犬。とっさに守っててすごい。優しいし頭いいし仲間は守ろうって本能持っとるから犬さんは。かっこよすぎわロタ。クソかっこいい。犬は姿勢を低くして腹守るから子供引き倒したんやろな。目線は相手の犬やし賢い子やな。押し倒して上からかばうように守ってるんや。かっけえ。メレ、コン。メレ、コン。かわいい。かわいい。ワイの船長は穏やかな顔しとるわ。優しい世界。大型犬ってなんでこんなにもかわいいんだろ。ワンダフル。まんじゅうみたいなハスキーやな。こっち見た時のアホ面が好き。なんでか知らんけど犬って赤ちゃん好きだよな。大型犬スコ。突然の雨でシマウマの赤ちゃんはびしょ濡れ。そこに一頭のキリンが近づき大きく足を広げました。まるで赤ちゃんが濡れないように守っているかのようでした。かわいい。優しい世界。キャワはかわいい。シマウマとキリンって似てるよね。見てて癒される。医師官の愛情好き。ええやつやんけ。目から汗が素敵。信号待ちする日本の鹿はロタ。かわいい。奈良県民からすると当たり前すぎてもう。俺の犬も信号の概念あるみたいで道渡るときは、今渡ってもいいの？みたいな顔で見てくるぞ。しかし鹿が信号をしっかり守るかね。鹿は赤と緑の区別ができないわけだが、でも信号の光ってる部分、模様で判断しとるのかな？一般ビープルに混じって違和感ないな。今にもおっさん口調で喋り出しそうなのっそり感。神戸のイノシシも信号待つので有名。イノシシは豚と同じく賢い。犬並み、信号の意味というより人間の行動を見て、真似る感じだ。これは奈良の鹿も同じ。一応横断歩道では止まるんだが、信号は守ってない。鹿が信号待ちをしてると、ドライバーが鹿を見るためスピードを落としたところを、信号関係なくさっさと渡るという卑怯な作戦をとっている。今気づいたけど信号云々の前に横断歩道を渡るってのが十分すごい。おおお。もう飛んでるじゃん。こんなん普通に引っかかるやろ。鹿さんすごい。鹿くんの反応速度と跳躍力すげえな。逃げるんかいすげえ。ワニよりすご。ワニワニパニックやな。しかもすぐ逃げられる体勢で飲んでるのすごいな。こんな生活めっちゃ胃が痛くなりそうだわ。反応速度すごよ。おてて可愛いすぎわロタ。お利口さんすぎんか。本人に悪気はなくてもちょっとじゃれつかれるだけで大怪我だが。猫ってめっちゃ強いからな。スイッチ入ったら一瞬で血だるまにされる。戯れのガジガジでそのまま食われそう。どうせ猫じゃらしで遊んでたら生命の危機を感じたりヒヤリハットがあるんでしょ。これ食われるやつ。イッヌさん、サバイバルゲームに参加する。当たり判定が見た目より狭そう。えいせいへい。って言ったらこいつが包帯加えてきてくれるんや。軍事犬。アーミー犬好き。メタルマックスやなやっぱり。かわいい。筋肉質やな。しかしかわいい。シバイッヌが集結。女より可愛い。ケルベロスかな。ケルベロス感すごい。どうしてそんな足場にいるんだい。後ろから見てみたい。並び方がかっこいいな。度胸すごすぎわロタ。のそりのそり。アナコンダ、な。なんだこいつただもんじゃねえ。ちょっと通してね、悪いね。シュールで可愛い。爪に葉っぱ突き刺さってて可愛い。生、耳見てなかった。危な。この世界やっぱ神様が作っただろ。生きるか死ぬかの世界で淘汰された結果がこの間抜けな生き物とかありえないって。マブダチじゃん。生き物のキャラメイクした時に神、なんかワンパターンになってきたな。ゆるキャラっぽいのも作っておくか。みたいになったんだってマジで。ベテラン美容師官。幸薄い感じがいいな。育ち良さそう。主人公っぽい。
サルーキーか？首ほっそ首ほっそ。バラを育ててそう。物理じゃなくて魔法使うキャラ。アフリカのどこか、捕食者を食べなければならないこともあります。どうやって立場が逆転するんだ？ワニだって失敗することはある。シマウマは獲物かもしれないが、反撃することもあるやろ。情けないワニやな。そのシマウマは伝説になった。草を持ったよりがっつり走り高跳び特有の背面飛びしてた。ベリーロールやぞ。勢いで草。いいフォームだな。馬が背面飛びする時代か。係員めちゃくちゃ怖いだろな。これ避けた方に飛んできとるやん草。足にゼッケンが引っかかってびっくりしたらしい。叩かれるのも競わされるのも嫌になった。400キロ超えの生き物が飛んできて平然としてる方が怖いわ。江頭2時50分やん。まあジョギングレベルってとこやな。練習前のアップにはちょうどええやろ。馬ならもっと速く走れるやろ。めちゃくちゃ流してない？一生噛みつけなさそう。でも熊速いな。人間だと追いつかれると思うと恐ろしい。つか追いかけてるのかこれ。お馬さんの真似して遊んでるっぽいが。自分のこと馬だと思い込んでる熊かもしれない。リアルの牧場を追ってこんな感じの見た目なんやろな。リアル森の熊さん。でも拳で勝てるよね。ゴロコウのヒグマさんなめんな。こういうの見たら人間ってもっと迫真迫る恐怖が露骨に出るからおもろいよな。熊で鍛えられた馬は喫下症馬になるぞ。よくばそうして乗れたな。サラブレッドを見慣れた目でシマウマをまじまじと見ると頭がでかくてカッコ悪い。全然調教してないじゃん。とりあえず乗れるとこまで順次して笑ってもらえたから出し物としては成功。シマウマってイメージと違ってめちゃめちゃ気性荒いんだよな。シマウマの気性が荒いんじゃなくて草食の野生種はどれも気性が荒い。馬やロバは人間の交配によって人間に名付くような種が残されただけ。シマウマは懐かないとか聞いたような。生まれた時から育てても無理なのかね。シマウマ娘は出場できるの？お馬さんが慣れないだるま見てびっくりしちゃったの。細なのに真っ赤で大きな目がついてる。怖いもの置かれてかわいそう。威圧感がすごい。かわいいやんけ。怖すぎる。こんなん人間でもビビるわ。馬ドン引きで草。威圧感やべえわ。馬もビビるやろ。だるまってすごいんやな。なんかガチでご利益歩きしてきた。馬術見ててこれはないと思ったわ。桜障害は良いけど、目が描かれたわからんオブジェはあかんやろ。多分なんだけどだるまは目がしっかりしてるのがあかんのやろな。動物は本能的にあれを警戒する。見事なバックキック。ガゼルキックや。百獣の大わら。俺の後ろに立つんじゃねえ。顎に入ってますな。シマウマお前倒してシマウマ。ライオンさよな。ライオン。草食動物どものポテンシャルが高いのは常識だろ。後ろに回り込むライオンがアホ。何かで読んだけど、動物園のシマウマの飼育歴何十年の人がシマウマに一回も触ったことがないっていうのに驚いた。えらく気性が激しいらしい。気性荒くて競走馬にできないからな。狩りってライオンから見て2勝8負けペースぐらいらしいし、元からこんなもんだ。ライオンを日本人に例えたら、おにぎりに反撃食らった感じだな。うひゃー、かわいいよー。ふかふかしすぎだろ。シーツをシュッと引いてみたくなる。なんでこんな規則正しく。いつも思うんだけど、パンダの目の周りの黒い部分さ、あれがもっと釣り上がってたら絶対今頃絶滅してたよな。パンダの目ってあの黒い垂れ目の部分なかったら憎たらしいもん。釣り目だったら誰も保護なんてしなかっただろうな。かわいすぐる。一緒に添い寝したい。モフモフしたい。本当にぬいぐるみみたいだわ。ゴロゴロしながらこの群れの中に入っていきモスモフしまくりたい。かわいいけどレンタル用アホみたいに高いですやん。シマウマのステルス性能の高さ。すげえ。影だったのかこれ。気がつかなかった。すげえ。最近の研究だと実は擬態じゃなく虫除けだったって聞いた。30秒くらい気づかなかった。影でバレてて草。ずっと影見てたわ。光の加減で黒く見えてんのかと思ったら影だったわ。騙し絵みたいで面白い。バレバレじゃんと思って影見てたことに気づいたけど、いやダメじゃんってなった。集団になるとわけがわからない。やべえ。何匹おるんかわからん。ずっと見てると戦機暗転になったみたいで気持ち悪くなるね。黒い線が輪郭に見えて本当の輪郭を瞬時に捉えられないんだな。集団になるとどこに小さいのがいるかわからなくなるから有用なんじゃないか。確か、毛を刈ると肌は黒いんだよね。
これを応用して長谷園みたいな迷彩施した軍艦あったよな。自分のことを馬だと思っている牛子どもの時から馬の群れで育ったので馬のように走り、馬のように人も乗せれます。名前ランボルギーニでこさ。牛って乗れるんだ。鏡見たらどうなるんやろ。なんてことや。ワイは牛やったんか。すげえ心なしか馬に見える。ランボルギーニの馬力いくつなんだよ。ランボルギーニ賢い。体つきが馬っぽい。ジャンプ仕込んでてこさ。馬の CM 好き。かわよ。かわいくて好き。馬もヨギボで寝るんだ。ヨギボ買ったら 5% が寄付されるってシステム初めて知ったわ。せっかくだしかおっかな。馬をダメにするソファー。ヨギボーと牧場が契約してるのか。すごい時代になったな。所詮ものだと思って蹴っ掘ろうとするけど待てよ、なんだこの柔らかさ。ってなるのいいな。気持ちよさそう。めっちゃ癒される。ほんと良い宣伝になっとるわ。中におっさん入ってるやろと思ったわ。馬が埋まる。埋まった埋まった。写真ちょっと可愛いな。ドヤ顔しててわろた。誰がうまいこと言えよとんねん。クレーンでどうやって引き上げるんだ。ヘリで人を上に引き上げるときに胴体に巻くベルトを馬の胴体に同じように巻いて釣り上げるんだと思う。これは見事な馬りぶり。リアル巻き場を。可愛いな。例の短足だけのやつかと思ったら違うじゃないか。可愛い。もうちょっと足太ければ人乗れそうだな。可愛すぎわろた。犬みたいだな。何この可愛らしい生き物。すごい可愛いと思ったがよく見ると目が怖い。牛柄ヤギ誕生。可愛い。想像してた牛柄よりリアルだった。中国のゼブラ柄の馬パターンかと思いきやモノホンなのか。予想に反してめっちゃ可愛い。ヤギ的には珍しいの。牛の仲間だし馬力のある牛みたいなもんだな。前世が牛だったんだね。動いてるのが見たい。馬術で再会になってギャン泣きしてる選手の乗ってる馬の顔。馬やってやったわ。この程度のメンタルでよく今までやってきたな。この馬に当たるまでは1位だったし、しゃあない馬は抽選。相当メンタルきついだろこれ。このために数年間練習してきて、これで勝てば国によっては大金と名誉がもらえるんだぞ。あと一歩のところでこうなったら泣きたくもなるわ。馬がちゃうん。馬僕のせいじゃないもん。馬が楽しそうでよかった。今大会の MVP。笑うとき歯茎が見えるお馬さん。くっそ頭の悪そうな馬、見つかる。くさ。馬とか大体こんなんやで。牧場王に出てそう。阪神大賞典3連覇の名馬やぞ。かわよ。アホな子やん。武将門。寝転んで食べるとか幸せだねー。寝て食べたら牛になるぞ。この馬、前世は怠け者だろ笑い。いやあんた、長生きしそうやね。寝てるだけで幸せになれる。状態だ。休日のワイヤンケ。食う、寝る、出し一つの完成型。これはもう最高に幸せなやつやん。優しい世界。かわよ。歩いてこもりしてるみたい。馬って本当に猫と遊んだりするの？馬にもよるが、基本的には馬は小さな動物と遊ぶのが好き。大きい動物が小さい動物に寛容なの好き。馬は臆病だから他の動物がいることで落ち着く効果もあるのだろうな。気性の荒い馬を落ち着かせるために、猫と一緒に暮らさせることもあるね。馬ってそんなに知能高いの。感情も人並みなのか知らなかった。ママはお腹減った。カキカキして起こすのかわよ。お母さんってみんな大変なんだね。子馬ミルクちょうだい。お母さん、かなり眠そうやな。見ててほっこりするわ。癒される。僕も大きくなりたい。ポインターだっけ？そっくりながらだねー。ダルメシアンだと思う。こんなそっくりなら、そら聞きたくもなるわな。レオパードの大馬さんとダルメシアンの奇跡のコラボ。この馬が引く馬車の並走犬をしてるところが見てみたい。親子みたいだな。犬が興味津々なのかわよ。完全にデートやん。大馬さんとにゃんこさん二人仲良くスリスリ可愛い。猫の愛は種を選ばず不変だね。ラブラブじゃん。こいつら毎日待ち合わせしてるらしい。この待ち合わせ感すこ。付き合いたてのカップルみたいだな。これはなんにゃー。蹴りが入りそうでめっちゃ怖い。かわよ。友達という名のアスレチック。天然の猫じゃらしやん。蹴っ飛ばされないようにしないと。馬面かっこいいな。イケ馬。
うっほ。本当にかっこよくてワロタイケウマンか。イケホースじゃねえのか？抱いて。馬って今まで一度もかっこいいと思わなかったんだけど、この馬はいいね。髪型って大事やな。参った、久々に大声出して笑ってしまった。なんこの馬今時期。毛並みと肌綺麗すぎ。思ってたよりパール感すげー。毛並みはいいけど馬面じゃねえか。馬の足の筋肉めっちゃ好きだわ。生物としての強さを感じる俺もこんな顔になりたい。シャンパンゴールドっていうのかな？色は綺麗だと思うよ。レース後にタヌキがコースに乱入。馬のデカさとの対比でタヌキめっちゃ小さく見える。可愛くて何度も見ちゃう。遠目からもタヌキだな。めちゃかわ。タヌキかわいいやん。タヌタヌかわいい。タヌキち、てめえ、この野郎。踏まれなくてよかったね。犬はトレセンで馬と調教するからな。かわいいな。危ないな。かわいいから許す。コースに侵入する前に誰か止めろよ。一歩遅れはしたがフットワークは悪くないですね。わら、ワンコの走るフォームが綺麗。ぜひ専用の絶景を作ってあげてほしいわら。お馬さんと一緒に馬上で走ってみたかったのか。寒。草。そらそうなるわな。やあ、雨た。戻るまでちょっと間があるの。草、吹雪が来そうなのを本能的に感じ取って戻ったのかもね。あれ、ちょっとこれって若干考えてから引き返す感じが可愛い。寒さに強いお馬さんでも吹雪は無理だったか。多分毎朝厩舎の鍵開けてもらって外に出る生活なんだろうけど、吹雪いてるのは想定外かな。厳しく返すまでの間に笑ったのんびりしてんな。シンクロナイズド U ターン。馬房に戻った後に2頭で喋ってそう。走って戻るのが漫画かよ。かわいいな。やっぱモフモフレイベンよ。ぬいぐるみ定期。ユーバーレイベンちゃんじゃん。つぶらな瞳だけ受け継いだ。かわよ。こんなかわいい娘も成長するとめっちゃ強そう。そのうち覚醒くるんか。ほんとレイベンちゃんかわいい顔してるわ。ユーバーレイベンちゃんマジで目がキュルキュルでかわいい。お馬さんかわいいね。どの動物もそうだけど競走馬も女の子ですって顔立ちの子多くてかわいいね。ブチコちゃん。ブチコがかわいいっていうの違和感しかないわ。ブチコはパドックではずっと厩務員に甘えてるからかわいいで、ゲートに入ると頭おかしなるけど。ブチコさんは厩務員さんが好きすぎてずっとイチャイチャしててかわいい。厩務員さんとイチャイチャ。厩務員さんが好きすぎていつも甘えてるのかわいすぎる。厩務員さんのことが好きでたまらないって感じがすこ。パドックからほんのりピンク、厩務員さんにベタ甘え、すべてが可愛い。私ほったらかして、どこで誰と浮気してたの？的な。人が好きすぎるんも難しいね。コントレイルもお辞儀してた。私もテレビで見てました。めちゃくちゃ可愛い。なんてお利口さんなんだ。可愛い。ターフの去り際に遊園地の観客へのお辞儀に合わせてコントレイルくんもお辞儀してるんですよ。泣く。ちゃんとお辞儀してめっちゃ偉い。あー、かわいすぎます。まさに人馬一体。なんでこんなパッツンなんや。縦髪切るときに暴れるからザクって切ったと聞いた。パッツンになってる馬ほとんど見ないし、そういう馬は珍しいんかな。メジロライアンとか草一コンコルドもパッツンやったぞ。わろた。前髪。こんなの笑うだろ。丸山カリナ。思った以上に似てた。どっちが丸山カリナかわからん。そんなわけあるかいな。大げさな。ほんまや。草一鳳凰が教員免許を取得した模様。かわいい。子馬たちを引率している姿見て泣けてきた。先生になったってのはどういうことだ？これまでは牝馬が育成牧場で先生役リードホースを任せられるのが普通だったらしい。守護馬退職して乗馬していた鳳凰に先生役任せてみたらうまくいった様子。幸せいっぱいに見えるわ。朝から泣けてきた。幸せそうでよかったな。微笑ましい。想像以上に先生しててわろた。何これ、子馬たちがついてくるの。かわいい。かわいいな。本当によかった。鳳凰先生と呼ばなあかんな。谷のギムレットさん、よく柵を蹴り壊す破壊神わら。職人芸。私が壊しました。牧場の方々やめて。へ、壊してやったぜみたいな感じ。すごい元気そうで何より。悪役キャラのような笑い声が聞こえてきそう。ボークンクンリン。僕作壊してどやー。